여러분 안녕하십니까? 私たち日本人は韓国語とこの漢字を共有しているために大変便利な部分があります。漢字はまあほぼそのまま日本語の意味と重なることが多いんですね。でも完全にずれる場合もあるんです。これはいかがでしょうか？まあこれ日本語では真面目と読むんですが、真面目、真面目と読むんですね。これはですね、本当の姿という、そういう意味になります。例えば韓国人の真面目が담긴자랑스러운생활사、韓国人の本当の姿が盛り込まれた、誇らしい生活の歴史、生활사ですね。まあこんな署名になったりしてるんですね。真面目ですね。それからね、もう一つあります。これは皆さんよく使いますよ。これ日本語では大丈夫、けんちゃなよですよね。ところが韓国語でデジャンブって言ったら、これは立派な男子という、そういう意味になりますので、このように、まあ、大きなズレがありますので、皆さん使うときは注意してください。